んこちらのチームになります。はい、影響対応します。マサミリア、ヤクセルアクセル、杉山スレイヤーのチーム、対するは、カルリテスタ、DIA 界、コジロベノムのチーム、スリオンスインになっちゃった。はい、全員いらっしゃいますか。ヤクセルさんですね、マサさんですね、杉山さんいらっしゃいますね、で DIA さんがいて、カルルさんがいて、こちらさん、はい、全員いますね。はい、影響点の方でお願いします。はい、一応もう3 on 3になってますので、先方相談して決めて大丈夫だよね。まだ、じゃあ3回戦からにしましょう。これは、先方先ほど負けてしまった方が先方でですね。はい、ちょっとカメラおいしい、まあいいや、大丈夫、見えねえ、やめろ、俺がケツを掘るな。いや、今日ね、曇りですごく涼しくて過ごしやすいなと思ったんですけど、暑くなってきちゃう。試合も気温も気のせいかな。さあ、 B 兄弟では終わりましたね。勝ったのはノブソル。ラークさんが向こうのチームの先鋒になります。次行きましょう。 B 兄弟、レンコンチームじゃない。はい、レンコンチップカラー変更メインのチーム、対するは、トゥーリオイのロイソルコンソルポジムキンのチーム。勝てんのかそれ。はい、カラー変更さん、今普通に名前言いそうになっちゃった。らしいね。はい、大丈夫ですかね。トゥーリオさん、あ、トゥーリオさんいた。はい、影響隊始めてください。皆さんお待たせしました。はい、影響隊 1P 側、マサミリア、ヤクセラクセル、杉山スレイヤーのチーム、先方杉山スレイヤー、対する2P 側、カルルテスタ、DIA 会、コジロベノムのチーム、先方コジロベノムのスレイヤーベノム。さあ、ベノムがいかにして、弾を作りつつって感じですかね。しかしスレイヤーの特攻力もかなり強いので、ダークエンジェルビッパーで抜けてるね、抜けてるね。ラスト DD ハイ 2KD ジャンペースが出てしまう。マッパー D 捨てからプレッシャーが怖い。 FB ストラグルガード 6P6 回ガード、ジャンハイ弾きからタッチパンで止めている。バーストジャンハイ足払い暴れからストラグル当て投げ 6P6 回玉先生6敗3個テイクダッシュ KS 一歩選手ゴジロベノム足張り直下半角間に合わず D 勢を逃げ潰している。無敵ジャンプかわしていくガージャンハイ強い
はい、K、K、D、2K、K、8K、S、2K、D。 中段ガード。さあ、ビッパ抜けるが、そこにはベネムがいなかった。3個、足払い、弾からテイクダッシュ、ジャンハイがダメージになってしまう。キンエス、足払いバスト、投げてるな、ベネム。ジャンハイから追い出されていく。キンエスはディスリカス、6杯カウンターモービット。勝ったのは五条ベネム。さあ、続きは中堅にマサミリア、アサシンが続く。ミリアベノム、 KD、 ジャンプ D が入らない、投げれない。ジャンハイからテイクダッシュ、バースト当たる、2個、ジャンハイ当たって、コパン拾い、ジャンハイから、当て投げ、6P6 回、弾先生6回、弾3つ、足2K の下段、ジャンピー、さあ、ガイドグリードはミリア、アイアンセイバーで突っ込んでいけ、ジャンプ K、おっと、2杯が間に合わなかった。キンエス、ルビス、はじいてデドング、裏に回るが飛んでかい、ジャンハイカウンター、カーカス、FB ストラグル飛んでいた、ジャンピー引っ掛けて、テディ、エース、ハイスラー、一本選手、マサミリア。第2ラウンド、ダッシュを S タンデムで止めていく、ジャンハイ、タチケタチケ、中段、タンデム当たらず、6P から、タッチ系6杯届かない、バルブンガード投げていく、 6P6 杯、玉先生6杯、再び3つからの置き攻め、ストラグルからガード PK、 キンバはスカル、さあどうする、足払いからデッドング、裏前転から裏に回って画面走って、残り1割のベノム、 2S 足配、足払い、ダウン落ち 2K、 勝ったのはマサミリア。順番通りです。さあ、中堅に出てたのがカルルテスター、ミディアテスター、甘い、投げてるのはミリア、エース2杯、S 杯、D、D が入らないが画面端、ここからどうテスターが抜けるかだが、これはジャンプ D、 6K ランズ、網があって、網がカウンターしてバーストが使って、金馬が出る、なんか太陽拳が多いですね。ヒエスからランズパナッシャー、前行くぜ、一本選手、カルルテッサ。さあ、ミリア戦はどうテッサが引っ掛けていくか。さあ、どうする、さあ、サイレントを陣取って、中段からワンコンボ、2回目、6K 達したい、3回目、4回目、
5回目ダウンウォッチ、ロケ達成が少ない。 D が近づいていく。円安差し合い、足払い、立ち合いまで6敗に対して、マイクズガンカー中段ガード、足払い下段 KSS、 はい、 D が入らないが 6K 受け身やり、勝ったのはカルルテスだ。さあ、ワンピが大将、ヤクセルアクセル、アクセル対テサー、開幕ダッシュは8つだったが、その隙きっちり見ている。 B ファンつけて、投げていく K タッチ P ニース、ハイサラベンテンブンバーでダウン奪って、置き攻めが、しかし下段バスを、さあ勝ったのは、コンソメチームですね。で、カラー変更さんがそちらのチームになります。ボンバーから投げ暴れ潰し、はい、BK 隊を出します。 BK 隊を出します。フィーノベノム、ルーブリジット、セントテスタメントのチーム、対するは、カトイのブルーメイのチーム、 BK 隊でお願いします。はい、じゃあフィンさん、ビクテの方までお願いします。はい、さあ1本選手はヤクセルアクセル、バーストガード飛んだ、ジャンディガード立ち、はい、潰してるが逃げ、繋がらない、あとどうする、ゲージがない、連戦でもう死ぬかもしれないが、ジャンディカウンターからランズ、立ちが裏回り、網からランズ、画面端どうする、裏ジャンプ系が届かない、立ち系勝ったのはヤクセルアクセル。そして次対処戦、2P 側出てくる DIA 回、アクセル回、対象戦、足払い、開幕足払い連戦、投げてるのは赤い、画面端付近投げていく、下段が当たってジャンペス引っ掛ける、どうする、 2K 足払い、 S ライエ、画面端が入れ替わる、連戦撃操作してる。さあ直画直画で落ち着いていく、立ち回っていく、ヤクセルアクセル対してスタンをばらまいて引っ掛けていく、リアイエカイ、青から下段カウンター、バスをジャンペース、 B バスをガード、 2S D FB ボンバー、データ D 下ボンバー、 2S FB ボンバーからの下ボンバー、一本選手ヤクセルアクセル、開幕、あスタンが飛んだ、だがキングスダウン1、 S ライガード、ラショーフェイントで近づいていく、ラショー出したが飛んでいた、Sライエンのスカリ、おっと 2S に化けてしまう、金 S うまい、
ゲランガード2段ジャンプでタイミングずらして2敗からラスト D が入らない5番足払いからスタンアウト PSS ベイパースラスト1本取り返す DIY 界最初ランドジャンペス P が当たらない投げているのはアクセルボンバーでダウン奪って大きい攻めがジャンペスからのボンバーガード足払いガードプレッシャー上げていく中段さあ下段ガード6回航空撃 S ハイ下ボンバー 2S 下ボンバー勝ったのはヤクセルアクセルヤクセルさんのチームに、DIA さんが入りますどこだ影響といきましょう、ギブキシ村の村長ファースト KT ポチョムキンのチーム対するは、ハモセスル EX サトジョニー岸坂ソロのチームあ、後ろ岸坂さんいますねで、ハモさんか、ハモさん、ハモさん試合です